はい、まず最初に、監督さんのお名前とチーム名をお願いします。筑波未来市国旗ヌーゴールデンズの監督やってます砂川と申します。はい、よろしくお願いします。まず普段の練習場所はどのあたりになるでしょうか。主に筑波未来市にある国旗ヌー小学校がメインの会場になっています。はい、今日インタビューさせていただいている場所ですね。そうですね。はい、監督さんに就任されたいきさつというのはどういうものがあるでしょうか。5年前にですね、はい、選手が5人しかいなくなって、はい、それでまあ残ってる人数でやるっていうなった時に私しかいなかったんで。あ、そうですか。はい、自然と私になっちゃいました。はい、やはりお子さんが例えばチームにおられたとかそういうことで、そうですね、入られたんでしょうか。自分の子供がいたので。あ、そうですか。はい、じゃあコーチをやってらして、コーチみたいなやつ。それ以前にコーチを10年やってましたんで。そうですか。はい、わ、はい、かりました。最近の主だった成績を教えてください。そうですね、はい、まあ、だいぶ昔になるんですけど、はい、マクドナルドの県大会に出場した経験もあります。はい、地区代表でそうですね、はい、ありがとうございます。チームの基本的な考え方を教えてください。まあ、他人を、ね、思いやるっていうことを、はい、まあ、重視してます。はい、うちのチームっていうのは、まあ、体力的に優れた選手っていうのはいないので、はい、まず自分たちのチームの選手のことを思いやることで、はい、相手のチームが何を考えてるのかっていう、まあ、考える野球を主に置いたような野球をやってます。はい、ありがとうございます。チームの部員さんですけども、この小銀小学校でしたっけ、この生徒さん、はい、がメインでやられてるんでしょうか。メインではないんですけど、ほぼほぼ国旗ヌー小学校の小学生が、まあ、13名、はい、で他の小学生が今1名入ってます。月々の部費はどのくらいかかってるでしょうか。今のところ月3000円取ってます。はい、はい、合宿はされてるでしょうか。合宿は以前はやってたんですけど、はい、保護者の負担がちょっと大変だということで、はい、数年前に辞めました。はい、やっぱり保護者の負担っていうのは随分大きな、こう例えばそうですね、みんな泊まらなきゃいけないっていうのがあって、はい、子供たちを面倒見るのが大変だっていうのでちょっと辞めました。はい、ありがとうございます。普段の練習時間は大体どのくらいされてるでしょうか。通常は9時から、日没の、まあ、大体5時ぐらいまでやってます。はい、土日両方です、はいはい、ありがとうございます。チーム独特の練習とかトレーニングとかされてますか。ここは小学校なんで、はい、電気が通ってるんで、はい、バッティングマシンが使えるんですよね。あ、そうなんですか。はいはい、まあ、だいぶ前に買ったバッティングマシンを使って、はい、バッティングをメインに練習してます。はい、やはりバッティング結構時間取られてますか。やっぱりそうですね、どうしてもやっぱり時間かかってしまうんで、はい、メインでやってますね。はい、はい、ありがとうございます。チーム出身で高校や大学で活躍されている選手っていうのはいらっしゃるでしょうか。以前東日本大震災で、はい、こちらに避難してきた子どもがいて、はい、5年生6年生の時にこちらのチームで在籍した子がいたんですけど、はい、花巻東の高校に戻って、はい、選抜の、代打で出て、はい、体験参加ですね、はい、このチームを生徒さん集めるのにですね、はい、どういうふうにこうやられてるでしょうか。一応先週やったんですけど、はい、小学校の方にビラを撒いたりとか、はい、近隣のところにチラシを撒いて、はい、小学校で一緒に練習しましょうという体験会を何回か実施しています。はい、ありがとうございます。最後の質問になるんですけども、はい、監督さんをされてて良かったことってのはどういうことがあるでしょうか。やっぱり選手が勝って負けたりして泣いて、はいはい、喜んでる姿を見てるとやっぱりやって良かったなと思ってます。はい、ただ、選手たちがやっぱり少ないんで、はい、なかなか勝って泣くっていうことがちょっと少なくなってきてるのはちょっと残念です。はいはい、なんか悩んでることとかございますか。やっぱり今言ったようにやっぱり選手体系会でも子どもたちはやりたいって言ってるんですけど、はいはい、なかなか入部までにはつながらないっていうところがやっぱり悩みですね。そうですか。はいはい、なかなか親御さんがなかなかうまくこう打てないとか、ね、はい、そういうことでしょうか。はい、これからまだ試合とかは、はい、シーズンありますか。まだ大会2つ3つ残ってます。そうですか、わ、はい、かりました。これからまたいくつか大会があって、また来年に目指してですね、はい、頑張って練習していただきたいと思います。はい、本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。